どうも山田です。こちらにはモジャモジャです。お疲れ様です。山田モジャ完全プライベート、韓国旅行、まあ、本読んでたし2日目でございます。はい、モジャがねちょっとね、本読んでる間に今私はちょっと動画撮ってやろうということでね。はい、ちなみに今いるのはですねこちらソウル市内にあるね、安国という、駅から、ほど近いところにございますオニオンというですね、まあ、パン屋さんなのかな、まあ、スイーツ屋さんに近いんでしょうか。ものすごくおしゃれな元々のね韓国の、まあ歴史的なちょっとね建物、をそのまんま、中でパン屋さんやってるということでね、非常におしゃれなところでございます。お写真なんか何枚か貼っときますけれども、はい、すっげえいい、めちゃくちゃ美味しかったね。美味しかったもう食べきれなくて買いすぎて、この後持ち帰ります。日本に持ち帰ります。目移りしすぎてね、最初ねそんなにたくさん取るつもりなかったなかった全然我慢できなくなっちゃって買いすぎましたね、トレイがいっぱいになっちゃったんだよ。もう仕方がない、こればっかりはね仕方がない、ね、はい、そう普通に空港でねダメですって言われないことを祈りながらねカバンの中に詰めておこうと思います。ダメですって言われたらもうその場で全部食べよう。いや本当だよ、じゃあ待ってって言って全部食うからってもったいなすぎるからこれね無理なのね。はい、ということで本日なんですけれどもゴーフェスですよね。こちらの詳細が、アダプター情報が出ましてなんとですね伝説がえげつないということが判明しました。ということでこちらの情報をですね軽くね見ていこうと思います。ということで追加で、発表されましたゴーフェス詳細やっていきましょう。はい、今回ですね、今年のゴーフェス2024グローバルおよび、仙台や、ニューヨーク、そういったですね、まあ、各地域のゴーフェスですよね、両方ともでですね、追加の情報がございました。でですねちょっと前にですね匂わせがありました例のやつがですねやはり正式に発表きました。ネクロズマですね。はい、ネクロズマさんこちらが、今回ゴーフェスの方でですねレイドバトルで登場と。で、グローバルに関してはですねもうここはもうついレイドで入手できてかつ色違いも実装されますよということだそうです。ネクロズマさんね、まあ今回来るんだよなというのが、まあ、1つ2つ前の動画でねお話ねしましたけれども、まさかの色違いも同時ということで非常にねテンション上がりますね。でゴーフェスに関してはですね今回ね、そのチケットがですね、まあ、この動画公開されている日ですよね先行販売の分ではなく通常販売のチケットがですね、購入できるようになりましたということでですね仙台、はい、こちらに行こうと思っているトレーナーの皆様、ぜひぜひですねチケットの方購入していきましょう。どうだろう、でもこの動画公開されているタイミングでもしかしたらどっかねもう売り切れてるみたいな回がある可能性もあるので必ずですね皆様早めにチェックしてください。でゴーフェスグローバルのねチケットねこちらもね販売されておりますが、こちらに関してですねなんかウェブストアで購入すると限定 T シャツがあるよということはそうです。期間限定ウェブストアで初回購入 15% オフ、あそうなんだ、だったら絶対に買うよどうせやるよっていうふうに思ってる人はもう早めに買っちゃってねボーナスももらった方がいいという感じですね。あとは限定アバターがなんかあれなんだね王冠ついてんだ、太陽と月それぞれの冠が、はい、限定アバターとして入手とのことでございます。早期購入、まあさっきも言った通りどうせね買うよとどうせ使うよという人はですねまあこのボーナスつく分、早めに早めに買っちゃいましょう。あと今回ですね、まあ、イベントとしてやはりネクロズマをですねこうピックアップしている形になるとのことでゴーフェスグローバルの T シャツですよね、っていうのがですね現実世界で購入できるんですけどもこちらのデザインがネクロズマになるとのことです。さらにこちらはですね予約注文ですよねが一応可能ですが T シャツがなくなり次第販売終了ということだそうです。ちょっとこのデザインいいな個人的には。おなんか本当にド戦隊ネクロズマドドンって感じなんで、ちょっと今年はこれ買ってみようかな。そしてですね今回ネクロズマだけではございません。ちょっとですねそのゴーフェスで限定的に開放されるポケモンっていうのはですねなんか特別な衣装の AP とブラッキーですねこちらがいるとのことです。この衣装がですね AP が太陽のスカーフブラッキーが月のスカーフということみたいですね。しかもこれ色違いの方も実装されましてで今回ですねこのグローバルの期間中は星3レイドでこの2匹はゲットできるとのことです。まあブラッキー AP それぞれファンがおりますのでそういったトレーナーさんはですね今回頑張ってね、星さんレイドの方にもパスを投げることになるのではないでしょうか。ただね今回ねネクロズマも伝説レイド出るじゃん。それだけじゃないんですよ。
今回のこのゴーフェスの期間中ですよね、レイドボスウルトラビースト祭りとなりました。はい、ネクロズマをね筆頭としてですね、ウツロイド、マッシブン、フェローチェ、電樹木、鉄火具や神剣、薬事キング、この辺が厳選できちゃうんですね。はい、今来ている神剣、草の最強アタッカー神剣だけじゃないんです。電気のですね、もうトップクラスアタッカーの電樹木や、毒アタッカーとして今後も盤石であろうと言われているウツロイド、こういったポケモンもですね今回ゲットできる。で、鉄火具屋もさ、今ね神剣が日本に出ていると。で、南半球の方では鉄火具屋がですね、出ているんですけれども、まあ鉄火具屋さんの色違い今回厳選できてない人多いんじゃないかな。まあ、神剣は取れたけどみたいな人多い気がします。まあ、なのでこれがですね、今回鉄火具屋も神剣も色違いまた厳選チャンスというふうになっております。つうかこれ8種類の色違い狙えるのはこれかなりやばいっすね。なのでこれあのレイドパスがいくらあっても足りない、そういったゴーフェスになりそうです。エイフィーブラッキーだけじゃない、しかも星1レイドにもですねピカチュウの方の月と太陽の冠これいるからね。あとそうよ、今回ジャラコの色違いも取れるので、それもレイドにいる。なんかいっぱい課金をするゴーフェスにどうやらなりそうです。それ以外の色違い、エモンガ、マケンカニ、コアルヒとか、まあ、この辺も狙う感じになるので、ゴーフェスで狙うその色地っていうのがめっちゃ増えましたね今回ね。はい、しかも野生だけじゃ全然コンプリートできないよと、はい、いう感じになっちゃったので、まあ全部の時間使って野生もレイドももうぶっちぎっていくしかないと、ぶっちぎってプレイしてくださいね、そうしないとコンプリートできませんよという、そういった、今年はゴーフェスでございます。みんないっぱいポケコイン貯めておこう。はい、ということでですね、まあ、のかなりですねこれで、今年のゴーフェスが、まあ、仙台だろうと、グローバルだろうと内容が出揃いました。チケットの方も買えるようになりました。で、まあ、ここでですねちょっと必要なのはじゃあゴーフェスの優先順位ですよね、とかを、まあ、作って、それ発表したりとかね、こういうことを考えて立ち回った方がいいですよ、今から準備こういうのした方がいいですよっていうのが、結構まあ言える部分はあるんですけれども、ちょっとですねその辺精査させていただいて、ちょっとね後日動画で撮ろうかなというふうに思います。でもこの動画を見たトレーナーさんですよね、まず真っ先にやってほしいことが一つだけあります。もしも仙台のゴーフェスや、ニューヨークやマドリード、こういったところのゴーフェスに参加する予定の方、参加したいと思っている方、買っちゃいましょう。これをねまずは買わないとですね、もう売り切れちゃうともう販売ないんですよ。前回ですよね、の販売、ちょっと前にあったね販売のチケットっていうのはこれ先行の割引のチケットだったんですよね。ちょっと早めに買ってくれる人向けに、限定的にチケット販売しますみたいなやつで、で今回はそれをもうオープンに全部フルオープンでチケットの販売をしておりますので、今回買えないと第3弾はまあおそらくないというふうに思っておいた方がいいです。なので仙台行きたいという方頑張りましょう。で、まあ、内容としてはですねグローバルも仙台も、まあ、被る部分かなりございます。クレフピーみたいにね目玉はいるんですけども、それ以外のポケモン、で言うとちょっと被る部分ありますが、ただ被るからといってじゃあ片方でいいやっていうふうにするのではなく、被るということは両方ですね、で、一つのポケモンをですね、まあ、狙える、だからその仙台で無理だったのをグローバルでもう一回狙えるチャンスっていう風に、まあ、考えられますので、まあちょっとねそこは、まあまあ、片方だけでいいやではなく、行ける人行きたい人は両方やっちゃいましょう。あとは今来てる神剣のレイドですよね、ここでしっかり頑張って雨集めとか色違い、あとは個体値 100% とかの厳選が終わっていればグローバルの時にですね神剣そんなにやらなくてもいいということになりますよね。なので、まあ、他の新規色違い、あとは強力な、まあ、ネクロズマの厳選ですよね、こちらの方にですね時間やポケコインを使えますので、まあ、今のうちに神剣をちょっとねずずいて進めちゃうのがいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、ちょっとですねお伝えしたかったゴーフェスの内容でございましたと、ということで夏がすごく美味しくなるんですよっていうお話でした。はい、はい、すごい完全に集中してました。知ってます、知ってます、ペラ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 本をめくる音は僕のねあれ聞こえておりましたから、はい、大丈夫でございます。はい、ということで2人のね、はい、韓国旅はほぼほぼ動画を撮っておりませんので、なかったね、山田チャンネルでも上がりませんが、はい、中の写真だけは撮ってるんでね、それはちょっと上げるかもしれません、はい、ものによっては、
はい、YouTube の、なんかコミュニティ機能みたいなやつありますんでね、はい、今回ずっと2人でご飯食べてたんですよね。ずっと食べてたね。本当にずっと食べててさ、昨日とか何食ぐらい、5食ぐらい食べたんじゃない、多分食べたかぐらい行ってんじゃない。で今日もね、この午前までの間でだってソルロンタン行って、うん、で今ここでね、スイーツ食って、そう、でその前ね、うん、山田さんが寝てる間僕、うん、そろりと部屋を抜け出して、そうだよ、俺起きたらいなかったもんね、あなたね、うん、あれっつって言って LINE 見たら散歩してるって言って、うん、もう散歩してるって言って、そんな俺遅い時間でもねえけどと思ったけどね。楽しかったね。あの通勤の皆さんに紛れて、全然メニュー分かんないからさ、そうだね、ハングルしか書いてなくて英語も書いてなかったから全く分かんないで立ち尽くしてる通勤中の観光客、うんうん、超邪魔だよね。そうだよ、早くしろよって感じだよね。優しかった店員さん、な、本当に分かってくれるんだよね、やっぱね、韓国は本当にあの旅行するのには本当にいい場所ですね。なんかね、また来ましょう、うん、まあ、またグルメちょっとしに、で今回グルメしかしてないんで、なんか観光してもいいね、次回ね、うん、なんか今度グルメね、はい、ということで、山田チャンネルに上がらない韓国旅、すいませんでした。でした。すいませんでした。はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私も、ね、X、インスタグラムやっておりますよ。たらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポッドチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。